ここメニューが大体20種類ぐらいあるんですね。でその中で、普段いつも作られているのがこのパンに並んでる、アンパンにはクリームの今のところ宝パンがいいかなと思って、抹茶は抹茶生地に、抹茶入れた生地にダイナゴでも若い人はチョコレート入れてくれている人、その要望に応じて買える、買います。チョコレート、チョコにくるみが入ってます。もうそれが来たら喋りまくらないですけど、パン売るよりね、喋ることができる。ジョルノスブレンダーズデリの伊藤です。まあ、バレーも味もこちらにしまして、地元の食材というのを使ったパンを作り上げて、2006年にオープンしました。中に入れているカスタードクリームは、自家製で作った、これもまた口溶けのとても良いカスタードクリームになっています。これをたっぷり包んだ、ちょっとスイーツっぽい感じのクリームパイになります。フランスパンは、ポーリッシュ法という方法で、当店では作っています。細くなるほどにその外皮のパリパリした部分が、際立ってきますので、スナック菓子感覚で召し上がれるかなと思います。まあ、こちらのシェルに関してはサンドイッチにして召し上がっていただいて、いろいろな食べ方が楽しめると思います。いろんなお客さんが来ててお話しするのもすごく楽しくって、でお客さんと話しているうちに相談したりとかし合ったりとか、楽しく毎日やらせていただいてます。手作りパン工房の上入です。上入博之、妻のえりこです。10年前に、それまで勤めてた、30年勤めてた会社を早期定年退職しまして、環境のいい人たちの中でですね、かみさんと相談して、パンを作ろうかということになりました。今に至っております。フランスパンをサンドにしたフランスサンド、イチジクパン、ミックスフルーツパン、おからパン、米粉パン、30品種ぐらいですね。フランス菓子パニエの市原と申します。私のお店は1995年から始めておりまして、開店当初から、こういう私がフランスに行ってる時に修行したパンを、作っております。日本で作る場合に粉とかいろんなものがやっぱり材料の難しさがありまして、粉はいろんな粉を試して使いました。今は自分の納得できるもので、少しの種類と少しの量ですけども出しておりますので、よろしければぜひ召し上がってください。